お疲れ様です。今日はこちら1×4枚限界突破ペッカやっていきます。さあペッカがね進化しまして回復能力を覚えました。サイクル1の敵を倒すたびに、1秒で回復するという能力なんですが、前回の動画でね HP10% 回復って言ってたんですけど、なんかペッカ登場前に強化があったらしくて、敵を倒すと HP の 12.5% ですね。はい、ヒットポイント5400あるんで、そのね 12.5% 684を、敵を倒すごとに回復しますよと。レベル14だったですね。はい。ってことで、噛み合うとね、すげえなんか回復しまくって暴走してくれる。なんか噛み合わなかったらそんなね、生きないみたいなところはあるんですが、結構いい性能してるんじゃないかなと。いうわけで、高回転でね、そんなペッカを出していこうと思います。はい。サイクル1なのもいいね。初手ペッカして、もう次のペッカに、期待をね、乗せちゃってもいいかな。はい、もう。ノーシップ、初手ペイいきます。回したいんでね。大体は、流行りのね、迫撃砲かな。ね、全体のバランス調整自体は来てないので、正直そんな大きく環境が変わるかなと言ったところではある。あんま変わんなそうではあるか。はい。よい。これ、ペッカヒースペで回復しちゃってね。自陣で適当に回収でも良さそうね。さあ、もう次俺ね、早いですよ。進化ペッカあるんで、もうこのペッカからのラム追加とかでも勝てそう。進化ザップを回してもいいね。基本的に敵倒すと回復できるんで、なんか敵陣地で、あんま回収されるっていうのが嫌なんで、なんかその自分から雑に割くより敵に攻めさして、それを防衛でカウンターにつなげたいって感じかな。取り負けツペッカーはね今までめっちゃ強かったんですけど、今回の進化ペッカーに関してはなんか雑に出しちゃうよりもしっかり相手のユニット見てそれに直して出した方が強い気はしてます。はい、こういうスキキンとかですね。はい、これでまずオーバーヒールできます。はい、この通常の5400から最大 1.5 倍まで回復しまくれるんで、そういう部分ではオーバーヒール可能です。はい、レイナです。こいつはこれで一応ね、これダメージ受けてるんですけど回復もしてます。なんか分かりづらいんですけど今の一応回復もしてましたんで、ちょっと固めなで、これどうなんだろう、なんか工場の筒っていうんですか、樽を剥がしたりしてもペッカ回復しますし、施設をね破壊しても回復できるんで、意外と回復条件は広いっていうイメージあります。さあ、トリマラムつけてから考えるか。こんなの大したことできないんで、俺ルート行政入りそう。おつい、やばい、タゲこれ今ザップで買い散ったわ。やべ、適当に耐えて、これ回復できるんでね、熱いよこのペッカ。でも買ったくない、止まんないでほしいな。おい、さあラムが走って、これ一応ペッカ回復できます。このスケルトンキングから生まれたスケとか、別に何でもない、本当に基本倒せば HP 回復できるんで、相手のプリンセスタワーを破壊しても回復できます。はい、噛み合うとだいぶ強いですね。だけど一つデメリットとしては、やっぱペッカがね、どんだけ削っても、そのペッカが倒さなきゃ回復はしないので、なんかペッカがめちゃんこ削ったミリ残りのユニットをね、他のユニットが倒したりすると、意味なしになっちゃうんで、そこはなんか難しいとこだな。逆にアシストだけで回復するようになっちゃうと、それもまた危ない。危ないか。危なすぎる。ちょうどいいのかもしんないんですけど、トリマ進化ペッカ回して、
かな、まあ、思ってたほどではないかもしれないっすね今回。やっぱみんな期待が高かった今回のこのペッカに関しては。事前情報だともう本当強すぎるみたいな感じだったんでね。でマザネクから生まれたその豚とかもペッカが倒すとペッカ HP 回復できるんで、本当にすぐ回復しますこいつ。ザッピちょっとやだな。これゴブジェイ倒しても多分回復して、ゴブジェイのやりゴブを倒しても回復できるんで、この状況とかね結構いいね。回復からのさあもう一回回復、いいね。これオーバーヒールですね。通常の HP よりも多分回復してる。後方になるとバカ強いぞ。まあ、今回の相手ザッピーとかいるんで、そうね、なんかそういうのを引くとあんまり活躍できなそう。いやでもこれでペッカ回復して、タゲ取りの時間が長いね。さあザッピーも倒して、HP 回復することによって、いやマジなんか進化ないと、みたいな、前の動画でも言ったんですけど、タゲを取ってる時間がね、明らかに長い。HP 回復によってね。意外と楽に突破できたな。さあ守れますか私これ。一応右サイド進化ペッカ回せます。なぜなら超高回転なので。まあ守れるかって言われるとまた分かんないんですけど、やば、え余裕で余裕で守れます。しかもこのペッカの HP やばない？相手のゴブジェイ親衛隊を守ってさフル HP やるっていう、このイカれ具合がねいいんだよないやこの親衛隊もさしばいて回復して、これやばいよな。こう見ると超強いな。親衛隊とかにも打たれ強くなったっすね。前まで普通に親衛隊なんか守ってたらその間に溶けてるみたいな、いやーペッカカウンター繋がんねえよみたいなねありましたけど明らかに残るようにはなったっすね。カウンターが強いな。で地震で受け入れる進化ペッカはマジ強い。地震で受け入れればね、まあ、それまであんま出さなきゃいい話なんで。これゴブジェイとかね、おお、全然思ってたんと違うけど。痛いけど、まあ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 、いいでしょうさ、ペッカ対決ね。フェニックスか。ペッカが直接倒すことができないね。フェニックスとか、まあ、それこそ相手の、ね、ソロユニットが多いだとか、施設、まあ、施設も倒せれば回復できるんですけど、一方的に攻撃されるのはちょっと嫌なんでね。うわー、なんか、相手の時思ってたよりも、カッチカチやな。やばい。やばい、それ入んのも。来るかな、進化ペッカかな。そして来ないんねいやプリンスとかちょっとやだよな。こんな雑にラムサイって大丈夫かないやそうなんだよな、これペッカプリンス来んだけど、やめてマジ許してほしい。よしよしよし。いやーペッカ対面これちょっとまずい気すんな。どうだろう、サブユニットがさ敵強すぎるんだよな(笑)。いやマジ回転でご利用するしかないかな。
いやマジ相手の火薬強くねそれ。っていう話ね。いやでもこれこれラム止まんねえ。来た、危なすぎるいやまあ進化ペッカ同士がぶつかった場合はそんな大差はなさそうだったな。進化ペッカ VS 進化してないもうペッカデッキとかだと結構ね力の差出ちゃうんですけど、もうお互い進化してたらそんなか特に分からんかったな。普通に負けただけだった。やめてザップ。おいペッカっぽいな。まあそりゃあね進化したばっかですからペッカみんな使うよねと。進化したばっかで使わなかったらもうオワコンですからね。やり合いましょうか。まあ、俺の方がペッカを多くは出せるんですけど、それだけかな。公平が弱すぎる。飛んじゃった。 ISP がなんか相手勘違いしてない？その一発のダメージで勝ったと思ってんですかい。まあ自陣ペッカ強そうだし、よしいいね。やばい。さあ来ましたね。まあ自陣で受けれたらその分強そう、かつ進化ザップも回ってる。ペッカとペッカの間にスケとか挟めたら強いんですけど、でもそれで相手のペッカの体力回復しちゃうんでむずいな。今まで通りにやんのとはちょっとダメな気がするな。回復熱い回復からの回復ね。これペッカを延命するのちょっと強そう。回復できん？ペッカ頑張ってっていうね。これで回復してなんかスピリットがやっつけたんか今。おい熱い今の。ペッカの前に相手ラムを飛ばす作戦ね結構いいかもしんないね。エレス飛んだ。熱いからの進化ペッカでこれオーバーヒールある。やばい違うそっちじゃない戦うの。えブラスターが頑張りすぎて全然回復せん。いやこれ熱い。もう適当にザップって何かまずい。まあ間一応挟み毒なのかな。まあさすがにそうか対ペッカ同士なら。やばいブラスター強すぎ事件ある。
止まんなくねこれ。でかすぎるこのダメージ今の。おい完全に分からすんじゃないこれ。大丈夫相手ザッパ早いよ。さあペッカラム対決ペッカを多く出せるのはね私でしたよと。ちょっと周りがねもろすぎてはあったんですけど、でも結構ペッカ流行ってんね。まあ、進化直後だからかな。いやでもね地味にいいんだよね。こういう対決の時には強い。ユニットばっかりだと回復する場面が多いんでね。トルネとかとの相性も良さそうっすけどね。相手の遠距離ユニットマスケット重視や、まあそれこそウィザードとかそういうのも引っ張って無理やり回復倒してっていうのもあるが、別になくったっていい。小物の浮ききつすぎる。ザップもありそう。メガネとか次な。メガネとこさすがにない。いいね。さあメガネとかつったなマジで。まあ、ヤリゴブやギャングもペッカのね養分みたいなとこあるよな。まあ、インドラだけちょっとなめんどいけど、言うてかいや回復できるの強えぞこれ。止まんねえぞペッカ多分。やばいやばい、なんかアドがやばい気がするまあ自陣で回収してペッカねメガナイト、これ入んの強すぎんなインドラをまあスプリットとシンクスアップでしばきたい。いやこれ自陣来てくれんの美味しすぎるよ正直で。これで回収できるんで、いやゴクストラムゴクストラム、まあこれなんかもったいない気もするけど、まあ、スピリット系が強いぞさあラムが入ってしかもあのメガナイトでペッカ回復できます。インドラのタゲをしっかりスケとかで取りたいな。でかっ、えペッカそれも回復できんのやばいよこれで回復して、いやこれずっとペッカ竹取ってるっすよこれ強くないいや何でもあるんだよな正直対メガナイトカットの受けだけ異常にあるっていう、申し訳ねえな、何でもあんねん。いやもうあいつも一生回復してさ頑張りすぎなんだよなんかそこ頑張るみたいなところを結構進んでいってなんとかしてくれるシーンがねよくあるな。おい外れん。さあよろしく。なんか今回の、まあ、このペッカはなんかそんな強くないみたいな意外と言われて言ってるんですけど、まだ登場して1日も経ったか経ってないかとかなんですけど、言われてはいるんですけど結構強いくないと思うんだよな。そんなこともないのかな。なんかペッカ自体が実際タワー到達してなんかね破壊していくっていうシーンが特別あるかって言われると別にそうじゃないんですよね。
まあだからなのかな、なんか、まあ、思ってるほど期待よりはね弱かったみたいな感じで言われてるのかわかんないんですけど、全然なんか普通にペッカのおかげでラムライダーの攻撃入ったりとか、なんか陰でだいぶ暴れてるような気はしてるんですけど、どうなんだろう。実際そんなことないのかな。殴れ。あー、いいエレキや。さあ、なんかまずい、バルーンがバルーンを守る方法を教えてくれたり。これにやりこぶと進化ザップか、十分か。進化ザップをこれで貯めて、よし、まあペッカ同士が殴り合うのもあんま強くないんでね、これ。まずいな、サグリペッカー出すのちゃん違ったかエレキとかも強いよね、そのペッカにユニットを倒させないっていう。いや強っ、あの上位互換、まあもう回復できるのは強い。撃っちゃうかこれ。なんかちょっとこのペッカを延命することによってね、世界が変わってくれたら嬉しかったんですけどねいやちょっと強いな、呪文構成が相手。マジバルーンに励ます。でも俺ラムあるわ、熱い。おお、でもラムしかない。やっぱやりこぶが、貴重なやりこぶがどっか行った。おい、やエレキマジで励んな。こうなったらもう終わりか。なんだこれ。そんなことある。そんなことある。一発殴ってくんね。エレキが強いんだよな。あるね。なんだろ。マジで高回転ペック出しまくって。あっこれ。マジかよ。マジか。でかすぎるな。耐えました。一回絶望あったけどな、相手のペッカペッカみたいな。いや進化ザップとのペッカの組み合わせすげえいいわ。その単純に進化ザップが相手の進化ペッカに対して時間稼ぎできるんで強い。ザップの評価がなんか勝手に上がったわ。もともとだいぶ高いんですけどね、もともと高いがさらに進化ペッカに対して優秀ということが分かり、なお評価が上がっていく。
いやもうこれだけで強い。もう次進化サップっすよ。さあこんにちは。で俺は1コスいっぱいあるんで、ペッカとペッカの間に1コスね挟むだけで強いんでね、まあ相手の公平がどうにもできないんですけど、ウィズとかね。そう、あーこれ意味なしね。え、まずそれ。あ、でも滝がいい。おー、うまい。いや、先にこれペッカ出しちゃってもいいけどね。どうだろう、進化ペッカになるから出さない方がいい気もすんな。ちまちま作戦にしよう。で、まあ相手に進化ペッカ出されてオーバーヒールされても、まあ自陣で回収したいなっていう。まあスキラ打たれたら、まあ、ちょっとやばいかな。いかちいな見た目、かっこいいけど。でこれできるだけスプリットとか挟んで、これでペッカをさすがに回復、回復というかね、延命してあげて。いやもうこれだけで勝ったくね。そんなことねえか。いやー進化ザップ最強、ペッカ回復しろ、やれ。うわー、いやーそれ強っ、マジ今のやばいな。そんな止まるんやっていうぐらい止まっちゃった。いやーこれ逆攻めてもいいな、どうせペッカ来るやん。まあまあまあ溶かしてくれペッカ頼む。やりごび優秀、 LSP もある、フリーズ来てもスケが頑張ってる、いいね。まあこれペッカ延命した方がいいって話ね、さっきと一緒。なんか微妙なザップした？いやまあいい、全然勝てそうすぎてやばいな。いやこれさ、ケツラムからのハシペでさ勝ちじゃね。回転だけは一枚、まあフリーズ防衛か、さすがに。これでも回復されるのちょっとやだな。もうこれだけで強い。フリーズ防衛やだな。ん？どれ使った？熱っ。もうラムじゃね、あれ強すぎるって。ふふふ。やばい、怪獣大戦争みたいになってる。あ、それ一番うるさいやつだったわ。どこだスタンプだった。強いな、でもこのデッキが強いかもしんねえわ。ペッカ対決なんか負けねえな。まあなんか一生ペッカしかこなさすぎて、なんか他のデッキに対してどうなんかっていうのをね知りたいとこではあるが、さあ安全マシン来た、正式名称ゴブリンマシン、珍しいな。いや珍しすぎるだろ。
五分試合とかなのか。うん、やだな。まあ、だから進化ペッカで回復しながらカウンターできるんで、まあ、これに関しては優秀か。あ、邪魔すんな。いいね、チョウチョが待ってるよからのいいスピで、やんだらあいつ強えな。ちょっとやー強っ、トリトン。新鋭隊、いやまあ今までのペッカだと多分ボコボコにされるんでしょうけど、進化ペッカならっていう話よね。デレジャイなんしかもまさかの、まさかのエレジャイパターン。新鋭隊のコストなくね、ギリ間に合うのか。いやでも強い、普通にそれにミスってるよ。熱っ、え、トルネもトリトンまんのか。いやーこれ防衛むず、これ逆サイのエレジャイだけを守れれば勝ちなんですけど、まあ守れます、なぜならペックが速攻で回るんで私。はいこれでペッカです。ちゃんと低めにね、そこのケアもできてますよと。この両面カウンターグロくねしかも左は回復します。まあ本命は右なんで左は何でもいい。おいナイスで、これペッカいけ、やっつけろ。まあ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 、まあ、許すか。一応これ回復できます。回復できるの強いな。やばい、めっちゃいいザップなんか良すぎるな今日プレイ。こういうのもおもろかったりする。おもろいだけかこれでも回復できるんだよな、うん、すごい。いやマジで何がどうなってるかわかんないけど、ペッカがずっとタゲ取ってることだけは間違いない。え？いやなんかちょっと強ない？新鋭隊に対してさ、前より明らかに強えよな。残ってる量がちげえもんな。なんかみんな弱いっつってるけど。あんまそんな大したことないみたいな言ってますけど、言いたいだけみたいなない。こいつあんま強くねえわって、なんかそれがかっこいいみたいな思ってるみたいなない。結構強くないいや今回ちょっと強寄りなんだけどな。よいしょ、はい、おめでとうございます。ペッカーも早かった。おいからの、いやーちょっと惜しい ISP ダメージ入りすぎやろペッカラブ組むだけでね、まだ進化ペッカで俺、しかもウォールブレーカーってペッカで完封できんのかな、わかんないけど、まあ、回復はできます。来るぞー、ディガーウォールブレーカー、ディガー飛んできたらもう高めにペッカ出してウォールブレーカーケア、あーまあまあ、まあ、回復できるんでいいでしょう。おいオーバーヒール、おすげえ、見てなんかゲージがさちょっと漏れてるよなスケルトンやっても回復できるんだよな。いや回復してるわ、あっつ、いやしかもペッカのお前体力高すぎだろこれオーバーヒールしてるからさ、また回復しちゃってね、思った以上に溶けねえんだよな。いやこれだいぶ強いっすよ。なんか言われてますけどあんま強くねえとか、これで強くねえなら
どういうことっつって。ほい。780ね。あとザップを7回ぐらい打っちゃう勝ち？ 10 回ぐらいいるか？諦めたか？いや、これね、多分進化ペッカを相手にするとね、気づくんだろうな。まあ、わかんない。たまたま刺さる相手を引きまくってる可能性もあるんですけど、結構な壊れ寄りじゃないんですかね。というわけでね、今シーズンのパスで手に入れることができます進化ペッカ。いや、なんだかんだ強かったけどな。なんかあんま強くないと言われてる割にはなんだかんだ強かった。特に親衛隊とかゴブ試合とかにはね、前よりは絶対強いです。はい、戦いやすくなってますんで、まあ興味ありましたらぜひね、進化ペッカ購入してみてください。そしてこちらのね、高回転ペッカラムも使ってみてください。では、お寿司さん、またね。